急に切れたよ。皆さんごめんなさい。ちょっとですね。1時間経ってたんですよ。こんな喋りすぎたマジで ね。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。でもね、それだけ楽しかったってことですよ、うん、マジで。盛りだくさんのね、グッズを紹介してるね、時間。量が多かった。そう、ね。マジでひたすらに発表することが多かったし、うん、僕たちへの対してのサプライズも多かったんで、ちょっと時間過ぎちゃって切れちゃいました。なので最後ちょっと、最後に挨拶だけしたいと思います、うんうん、はい、はい、改めてですね、僕たち12月28日月曜日にですね DX サビルファーストファンミーティング4クロス開催します。イエーイ。そしてですね、あのファンミーティングではですね、こちら先ほど紹介したグッズを含めて楽しめる内容サプライズまであります、うん、僕たちもドキドキしてるんですが、クロスの皆さんはもっとドキドキしてるんじゃないでしょうか、うん、はい、皆さんぜひ楽しみにですね12月28日の開催を楽しみに準備をしていただけたらなと思います。そしてですね、パスター見つけた方いるらしいですよ。パスター見つけたんだ。やば、はい、早っ、近かったのかな。必ず提出お願いしますよ、ね、うん、それはね、ちょっとあげてください。それはね、提出していただかないと。提出していただかないと困ります。はい、ってことで皆さんぜひ、今日発表したですね、ミニアルバムのリリース情報、そしてポスター情報、そしてですね、僕たちの毎週木曜日にあるミクチャでの番組の情報ですね、ぜひぜひ詳細発表を楽しみにしていただけたらなと思います、そしてですね、先ほども紹介したたくさんのグッズ、皆さんぜひですね、どれ買いたいかも決まりましたか、これ終わった後には公式の方で詳しく発表されるので、皆さんぜひどのグッズをゲットしようかなって楽しみにいただけたらなと思います、そしてなんといっても12月28日たくさんの方に会いたいので、本当にプラチナチケットが当てれなかったっていう方も僕たち後ろの席まで見えてます、お揃いのパーカーしてくれてる人探します。探しますよ。皆さんぜひ一緒に楽しみませんか、よろしくお願いします。楽しみ、はい、ってことで今日どうでしたか、クリスマスライブということで。楽しかったですね。え、なんか、え、でも個人的になんかクリスマスを楽しむ回だと思ったら、まさかの自分たちにもさ、楽しみサプライズがめちゃめちゃ嬉しかった。いい日でしたね。いい日あった、マジで。まさかのね、サプライズだらけだったっていう、僕たちにも。ほんまに、いいことだらけ、マジで、なんでちょっと僕たちにとっても、なんかもらっちゃったライブでしたよ。そう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 。なんかクリスマスプレゼントもらっちゃったライブだったんですけど、クロスの皆さんにもプレゼントできたんじゃないかなっていうふうに思います。後ろもデコレーションしたけど。あ、そうそうそう。どうですか。ダダーン、描いたんです。めっちゃ可愛くないですか。パンダ描いて、トナカイ、パンダ描いて、クッキー、サンタクロース描いて。な。来ました。なんかすごいいいクリスマスになりました、ね。それな。はい、うん。なんですけどね、クリスマス本番は明日なのでね。うん、ぜひ皆さん、おのおのね、BX サビルのことを忘れずにね、楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。うん、はい、本当に今日配信を見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こうしてですね12月28日のライブまで4日、あと4日になったんですよ。そしてこうやってグッズも紹介できたり発表できたり、いろんな情報を僕たちも発表できて、すごく今日一日楽しかったですよね、どうですか。え、もう HAPPY です、その心。デヴィ夫人です。あ、大変申し訳ありませんでした。本当に、面白かったデビュー夫人さん見てる、何来てください。何じゃない。何言ってるのよ。来てください。見てますか。何言ってるのよ。ほんまにやめよ、ほんまに。あとで長文書かなきゃいけないことだから。なんで皆さんぜひですね、今回の発表をもとに、こちらですね、先ほどこの1個前に配信してたやつはアーカイブが残るみたいなので、この発表もですねじっくり皆さん見ていただけたらなと思います。そしてですね、さっきも言ったポスター、皆さんぜひ発見してください、よろしくお願いします。はい、本当に今日見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では最後に挨拶したいと思います。はい、以上 BX サビューでした。バイバーイ。